でいきます。いい展開ですね。加藤正美左サイドに展開、中見てワンツーを選択しました。亀川いいボールですよ。中央のところボール落として旗のシュート。預けてクロスが入ってくる。旗が入る、決まった、2点目。もありました。今度はニアサイドに出した、あっと押し込んだ、同点。これは非常に大事になるんじゃないかなと思います、はい、ここは長崎の長いボールですが、どちらが抑えるか。亀川流して、旗のシュート、決まった。中玉田君のボギーボールは通りません。さあチャンスになる、シュートまでいけるか、渡して。